宮地の烈氏は、平安時代中期の女性貴族。宮内大輔、宮地の岩松の娘で、内大臣、藤原富士の性質。一回は、13位、増昇一くらい。宮地の岩松と大谷氏出身の母の間に生まれる。今昔物語集によると、高狩りの雨宿りとして、岩松の屋敷を訪れた、藤原富士に嫁いだ。高藤との間に生まれた陰子が、 歌天皇用後となり、その子が後に、第五天皇になると、列詞は天皇の外壺として、13位に助せられた。宇治軍名将氏によると、907年11月30日に、亡くなったとされ、果十字クルスのに葬られたという、同年12月9日に、小1位が追蔵された。また、後に、父の岩松や夫の高藤らと共に、 宮地神社に祀られるようになった。今昔物語集巻22、高遠内大神五第七には、次のような高遠と劣死のロマンスが伝えられている。高狩りが趣味であった高遠は、15、16歳の時に、高狩のためなむ山海を訪れていたが、にわかに雨が降り始め、馬の口取りをしているとネ、ね、リと共に通りがかった軍の、大量であるイヤマスの屋敷で雨宿りをした。 勧められるままにイヤマスの屋敷に一泊した高藤は、イヤマスの娘の烈士に一目惚れして、一夜のちぎりを結んだ。翌日、刑に戻ろうとした高藤は、自身の博士を烈士に預けて、身の回りに他の男を寄せ付けてはいけないと言い残して、屋敷を去った。高刈りから帰らぬ息子を、心配して待っていた高藤の父、吉門は激怒し、 高藤が今後高刈りに行くことを厳しく禁じた。また、道案内をしたトネリーも田舎に帰ってしまったため、レッシュは高藤と長らく温身不通になってしまった。それから6年後、経に帰ってきたトネリーの案内によって、高藤はようやくレッシュと再会するが、その時、レッシュは高藤に瓜り二つの娘を連れていた。かつて、高藤との人世のちぎりで宿した子であった。 二人の間に生まれた姫君は歌天皇両語となり、後に生まれた男子二名も大いに繁栄し、父である山マも四位に助せられ、修理大部となった。また、型の少将物語にも弟子をモデルにした型の少女が登場する。婚弱物語集同様に、低い身分の少女が貴公子に見染められて結婚し、産んだ子が被災となり、国母として尊敬を集める。 公費人として描かれており、烈紙の一生が当時の中流女性の成功談として見られていたと考えられる。源氏物語の光る氏と明石の味方らの恋の話も身分格差のあった列紙と高遠が結ばれた話がモデルであると言われている。なお、作者の紫式部は高遠と烈紙の子孫にあたる。宮地古墳墓所は京都市山市な西の山中新町にある。 宮地古墳であり、演技式所領領の、河野の鹿にあたるものとされる。宮地古墳は、クルスの丘陵一帯に広がる中富の十三塚、古墳群の一つにあたり、かつては多くの円墳が残されていたが、住宅開発で大部分が失われ、現在墳丘の形を止めるものは、宮地古墳と折上、稲荷神社境内にある稲荷塚古墳のみである。 烈首を祭人として祀る神社が存在する。ありがとうございます。